皆さんこんにちは、ビールジェンドの辻元です。そして今日はビタミンミネラルマッチ立ってますか、コアラコアラシです。よろしくお願いします。それちょっと言ってみたかったんで言ってみたかった言います。ちょっと全然言ってもらってもいいですか。めっちゃ練習してたんですよ今日は。ちょっと一回やってみてください、はい、ビタミンミネラルマッチを立ってます。おそもったりしてますから。もうちょっとこう、ピシッと言うていたら、はい、ビタミンミネラルマッチ買ってますかって、ピシッピシッって言ってたら。本家を前にしてちょっと恥ずかしいんで。あ、本当ですか。はい、すいません。すいません。ということで、まあ、YouTuber としてもう10年以上。10年ぐらいですかね。わかんないですけど、はい。私も、やっぱりトレーニングやってて、ずっと、まあ、存じ上げてまして、はい。あのチャンネル登録もその頃から。しておりまして、はい、見させていただきました。はい、まさかこうお会いできる日が来るなんてと、はい、僕も見てますよ。ビレジェンドツイッターアカウント、あ、X アカウントで、ありがとうございます。はい、トレーニングしてる人だ。トレーニング係だ。トレーニング係。三代目トレーニング兄さん。そうです。過去を遡ればもう5代目ぐらい。5代目ぐらいですかね。はい、しますけれども、ということでですね、今日はコアラ選手。はい、選手として。フィジーク、はい、最近でしたら去年、オールジャパンでね。はい、オールジャパンでさせてもらいました。11ぐらい。11。かな。はい。今日はオールジャパンという、まあ、はい、これ11。で、ボディービルも。ボディービルは、はい、されて3年前ぐらいですね、はいはい。というところで、選手としても素晴らしい業績を、はい、挙げられてる。トレーニング事情ってあんまりですね、YouTube で挙げられてないなって思ったんです、はい、私。あんまりこうご自身がトレーニングをされていることでなんかこう語られてるのってあんまりないなと思ったんで、まあ、ぜひともこうトレーニングのこのこだわりみたいなところを教えていただければなと思っております。わかりました、はい、僕は胸トレが好きなんで、はい、今日はまあこの胸板を作り上げる、はい、コアラさんのトレーニングを教わりたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕のじゃあ普段の胸のトレーニングを、はい、まあ、どんなことやってるかというところなんですけども、はいはい、やっぱりメインはベンチプレスですね。もう絶対やられますか。いや絶対やりますね。何よりやっぱ面白い。マックスでもだいぶ上げられますよね。150キロぐらい。それ違う人見てるみたいな。130、140ぐらいなんですけど、はい、150は全然上がらないですけども。でもまあすごいです、ね、はい。まあでも楽しんでやってる種目でもあるんで、はい、まあ、やっぱりベンチプレスからやりますよと。で、ベンチプレスやった後は、もうほぼ終わってます、僕は。もうベンチプレスでね、大体なんかね、気分的には終わっちゃうんですよね。そのジムの混み具合にもよるんですけど、はいはいはい、もうベンチプレスだけで、なんか10セットぐらいやって、なんかもうほぼ終わったなみたいな気持ちになっちゃうことが多いんですけど、まあ他にやることで言うと、はい、もうその後はやっぱりマシンですかね、マシンチェストプレス、はい、で終わりぐらいですかね。あ、本当ですか。はい、僕あんまりいろいろしないんですよ。ホームジム、はい、ホームジムがメインですか。今やられてるのってメインって難しいんですか。まあ、ジムでやったりホームジムでやったりはしてるんですけど、はい、あ、そうですね。それで言うとホームジムでお家でトレーニングやってる時はそれこそ本当にベンチプレスしかしないですね。でもフラットベンチプレスですか。あ、しかもフラットベンチプレスしかしないです。あ、インクラインベンチプレスとかよく、まあ、大胸筋上部がとかって言われるじゃないですか、ね、僕インクラインベンチプレスあんま好きじゃないので、あ、そうなんです、ね、やらないんです。あ、そうなんですね、はい、意外でした。もう僕フラットしかやらないんですよ、はい、ジムでやる時も別にインクライン系のマシンやるわけでもなく、はい、あ、まあ、もちろんそのダンベルプレスやってみたり、はいはい、ダンベルフライやってみたり、はいはい、ペックフライやってみたりとかっていう、まあ、それぐらいのことはちょちょっとやるんですけど、はい、なんか真剣に取り組んでるのはベンチプレスとチェストプレスぐらいですかね。やっぱりなんか今ベンチプレスでもこうやる派やらない派とか、まあもちろんその骨格上まあ怪我だったりとかいろいろありますけれども、はい、ベンチプレス最近やらない派になってしまいまして。そうなんですか、はい、僕だからインクラインベンチプレスが好きなんで。はい、そうなんですよ。真逆やそう、はい、合わないですけど、もうコンビ解消やな。すいません。今日ですね、そのベンチプレスのこだわりというかですね、はい、細かいところまで聞けたらなと。そうですね、はい、僕インクラインプレスはやらないんですけども、はい、上部、はい、ね、で、まあ、大胸筋でいうと、まあ、中部下部と呼ばれたりしますけども、はいはい、やっぱり全部まんべんなく発達させたいという思いはあります。でもフラットしかやらない。その心はフラットいろんな種類やってるなんですよ。あ、僕の中ではこれは下部寄りのフラット、あ、これは中部寄り、はい、これは上部寄りっていうような形 で、はいはい、全部フラットベンチなんですけど、ちょっとこう、はい、自分の中では数種類やってるっていう感じではあるんですよね。1個
塩津さんから、はい、小原さんみたいな大胸筋になりたいってお声もいただいたりあったんですけれども、はい、ご自身で客観的に見た大胸筋ってどう思われるとかですか？下部強いですよね。僕は下部が強いって言われることもあれば、はい、逆に上部が強いって言われ方することもあって、幅も結構広いというか、まあ、割と面積は、ね、大胸筋の面積自体は割と広めで、はい、別に僕下部が特別強いわけでもなければ上部が弱いっていうほどでもなくて、はい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 、割と、まあ、手前味噌ですけどバランスよく、まあ、それなりのサイズではあるんですけど、まんべんなく発達してる方かなと思いますね、はい、あとは大胸筋って、はい、その大胸筋自体の発達具合ももちろんその形にすごい影響印象を与えるんですけども、それ以上に胸郭の形、肋骨のその生まれ持ったその骨の形っていうのがすごくこう大胸筋の印象に強く印象を与えるっていう部分があるんで、もともと鍛えてないけど丸い人っているじゃないですか。あ、確かに、まあ、と胸とか言われたりしますけども、はいはい、別に何も鍛えてないのにもう胸張って歩いてるのかみたいなああいう人が大胸筋鍛えるとやっぱすごい映えるんですよね。すごい丸みがある大胸筋に見えるし、逆に僕もそうですし、多分同じタイプだと思うんですけど、はい、胸郭薄め、あ、そうですね、はい、薄めで平らでそうですねっていう、こういうタイプはなかなかその丸みっていうのがちょっと表現しにくい。僕も下部、下部は結構ね、ちゃんとありますよね。ですけどね、こうギュッとなんかこう丸みがあんまりこう出にくい。もちろんいっぱい筋肉がつけば丸くはなるんですけど、確かにそうですね、いっぱい筋肉つけるのって大変じゃないですか、はい、だからなかなかそういう意味では丸みっていうのはあんまり僕は自信ではないなとは思うんですけども、はい、まあ、なんかなんとなくまんべんなく割と成長してるかなと、一応まんべんなくはやってるぞと、まんべんなくでかくなってるよっていうのだけ言ってたらそれでいいかなと。あの質問でしたっけ？あ、すいません、ちょっと忘れました視聴者さんの質問になったかな。大胸筋に憧れてとかなりたいって、はい、ありがたいですね。早速ですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日は特にそのフラットベンチで上部を意識する時のやり方みたいな、はい、じゃあまあ一回やってみましょうか、はい、その通常のその目いっぱいの重さを上げるベンチプレスではなく、はい、あの大胸筋の上部をなるべく使って上げようというベンチプレスなんですけども、はい、まあ、大胸筋、上部、中部、下部なんて分けられたりしますけども、大きくはやっぱり、まあ、下部に関しては、はい、まあ、こういったディップスであったりとかデクラインプレスであったりとかっていうので、こういう向きの腕の動きになりますよね、はい、肩の内転というこの動きが、まあ、大胸筋の下部に、おそらくまあ大きく関わってくるだろうと、はい、で今度で中部はどうかってなると、中部はやっぱりこういう、水平内転ですかね、はい、この水平内転というこの動きが、まあ、中部に大きく関わってくるんじゃないかなと、はい、でじゃあ上部は何かって言ったら今度肩の屈直ですよね、はい、肩がこう前に上がる動き、この動きが、まあ、上部の大胸筋が動員されやすいんじゃないかというところで、まあ、インクラインプレスをすると、まあ、こういう角度になるから肩の屈直が多く出るから、まあ、上部を鍛えれるよねっていうことだと思うんですけど、はいはい、別にじゃあそれをそのまんまフラットベンチでそういう意識でやればいいんじゃねっていう、要はですよ、インクラインに設定するのがめんどくさいんですよ。めっちゃめんどくさいでしょ。あのどこってなるし、毎回インクラインの高さどこやったっけって毎回なるし、でこういうホームジムとかやったら行かへんねんけど、もう行かへんこれ以上ってなるでしょ。それが嫌で、一応うちアジャストベンチなんですけど、もうずっとフラット。なるほどですね。でもめっちゃ共感されると思うんですよ。たまにショルダープレスするときだけ立てられてるぐらいで、通常のベンチプレスですと、まあ、これぐらいだと思うんですよね、はい、で、まあ、これだとやっぱ結構水平内転が強いかなっていう感じなんで、うんうん、じゃあさっき言ったようにこう肩の屈曲を強く出すためには、うん、まあ、シンプルに下に下ろす、あ、下のこの通常よりもへそ側、はい、だからもう大胸筋よりも全然もう腹筋の1個目ぐらい、うんうん、水落ちか水落ち下ぐらいに下ろして、でそっから上げることで肩の屈曲動作がどうしても必要になるじゃないですか、うん、はい、自然と。でこれをやってるっていうだけなんですよね。でこれだと結構多くの人が肩のフロントが結構使われちゃって、はい、大胸筋のトレーニングでもあるけど、まあ、肩のフロント結構疲れるなと、三角筋の全部がフロントが使っちゃうなっていう人の話をよく聞くんですけど、はい、僕はそんなことない。知らん。別に僕これを
いろんな人に広めたいとかもそんなに思ってないんで、はい、僕はこれでやってるっていうだけなんですけど、まあさっき言ったように本当にもうあの通常のベンチプレスよりもちょっと下に下ろして肩の屈直の動作が少し出るような軌道がこういう軌道ですね、円弧軌道というか、まあこういう軌道を描くような、はい、そういうイメージでやってみてはいかがでしょうかと。ちょっと一回、じゃあ一回、はい、手幅は同じぐらい、ね、手幅はいつも通りでいいと思います、はい、一回じゃあ通常のいつも通りのどのあたりですか。通常はそうですね、もう大胸筋の本当に下辺ぐらいですよね、一番下ぐらいですね、はい、そこからさらにもうちょい下ですね。さらに下ですか、はい、あいいですね、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 はい、でそこから力強く上げると、はい、あこの時に結構だからその円弧軌道というか、まあその扇のようなこの弧を描くような軌道っていうのはまあちょっと意識してもらう形で。でも確かにあの上部のストレッチというか、はい、はいはいはい、伸びてる感じはあります。こう下に来る時点で上部がグッと伸ばされてるのはめっちゃ感じます、はい、あいいですね、いいですね、やっぱりこうストレッチがかかった状態からね収縮させるというのがいいですから。でも確かにこう肩、はい、結構肩に痛いのかなと思ったんですけど、はい、意外にあの肩もそんなに重りが重たくなったらもしかしたら、そうですね、肩の関節が痛める方もいるかもしれないですけど、結構いけましたね。だから肩が過伸展するっていうのがちょっとあの心配ではありますよね、はい、そうですね、こう肩がグーッと引っ張られすぎてっていうのは、はいはい、そこだけ気をつけてもらいながら、アンダー、はいはいはい、みたいなイメージ近いですか、はいはいはい、そうですね、アンダーグリップでやられる方も、はいはい、いますよね、見てますよね、はい、こう収縮感はやっぱりオーバーグリップで今やった感覚の方がやりました。この弧を描く感じっていうのが意外と、はい、僕はそれが上部がすごい使いやすくて、例えばこう下に下ろすじゃないですか、いつもよりもちょっと下にお腹側に下ろすじゃないですか、はい、こっから直線で斜めに上げちゃうと、うん、あんまりね大胸筋よりも肩に入るんですけど、なるべくこの下の方でこう動作させるイメージ、はい、なるべく下の方で動作させるイメージだけど、結局腕を伸ばしきった時はどうしても勝手に、はい、勝手にこう前に上に上がってくるじゃないですか、はい、っていうイメージの軌道で行うと上部がしっかりこう指導するので、はいはい、重り入れてやったら多分すごく効くなって感じました。ちょっと重り入れてやってみますか、はい、でもその重りなしの状態ってちょっとね分かんないので、ちょっと僕も一回やってみていいですか。これが普通ぐらいですけど、あやっぱ、はい、このね弧を描く軌道って言いましたけど、はい、なんなら連続して10回ぐらいやるんやったら、はい、もう下の方でやっててもいいかもしれないです。あ下だけ、はい、もうここで直線で真上でもいいかもしれないです、はい、聞いてる感じが、あ、まあ、どっちでもいいっす。あんまりベンチプレス普段100キロぐらいでしたっけ？ 100 キロぐらいでセット組む感じですかね。まあ、なんか、はい。120とかぐらいの重いセットをよくやります。よいしょ。まず普通か。あと普通ぐらいですよね。結構、下の方で動作すると。あ、確かに。ちょっと待ってくださいね。胸の張りはしっかり維持したまま、下すぎると今度硬くなるかもしれないんで、これぐらい、あ、いい感じですか、はい、あ、これを、あ、最近ベンチプレスやってなかったんで、はい、全体的にあのインクラインしかやってないですね、そうですね、普段ね、ベンチそのものがいいですね。まあでも最近いつも本当にマシンばっかりやったんで、あ、本当ですか、もう一回やっぱりやろうと思うようになりました。僕が教えたのに関してのコメントは特になし。最近ベンチプレスそのものが良かったという再発見。ただのベンチプレスの再発見。あの重り入れるとさらにあの効きが良かったです。丈夫？丈夫。はい、何が正しいかってないんで、まあまあもちろん、はい、あの上部をちょっと意識してとかって、はい、まあ、やるもののやっぱり基本のフォームとしては一番重いものを上げられるフォームっていうのが、
まずそのベンチプレスの基本としてあるべきだとは思うんですけど、はいはいはい、でその派生としてあえて効率の悪い上げ方をしているのであって、やっぱりこうまともな上げ方っていうのがまずあっての派生ですよという、そうですね、うん、これをメインでやってるわけじゃないですよというのはお伝えしておきたいですね。ありがとうございます、はいはい、ベンチプレス普段されてる方でも刺激がちょっと弱いなとか、ちょっとトレーニングマンネリしてるなって感じられる人は一回試してみていただいて、合う合わないはまたそこで出てくると思いますので、そうですね、いいなと思ったら取り入れてもらったらいいですし、はいはい、で僕はいいと思ったので、はい、ちょっと取り入れさせていただきたいと思います。それは僕のやり方をですか、それともベンチプレスですか？僕のやり方を。ありがとうございます、はい、よかったということで、あ、はい、だからまあ一回ね、ちゃんと本当にシャフトだけの状態で、はい、軽い、まあ、軽いもので肩が痛まないかどうか、そうですね、はい、先に肩の痛みをちょっと試してみてから、はい、まあ、それで徐々に重たくしていっていただいてっていう、はい、まあ、怪我のないようにやってもらいたいですね、はい、今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。またコアラさんの YouTube も概要欄に貼ってますので、はい、ぜひご覧になってください、はい、それではまた次の動画で会いましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。